全米女子オープン最終日2日、ランカスター CC、ペンシルベニア州、6583ヤードパー70。首位と2打差の4位から優勝争いに加わった渋野日向子は、2バーディー4ボギーの72で最終日を終えた。トータル1アンダーで2位、2020年大会以来、4年ぶりの決勝ラウンド進出となった世界一決定戦。 メジャー2勝目は笹生優香に渡すことになったが、自己最高位を更新した。3番で3パットを喫すると連続ボギー。いきなりに打ち落とす展開も、7番パー5で1メートルにつけてバーディを奪った。8番をまた3パットのボギーとしても、9番では長いのが入ったとパーをセーブ。逆転圏内で歩みを進めていく。そこから一つ落とすも 難関の12番パー3では大きくスライスラインを各7メートルを流し込んでバーディあれが入ると思わなかった盛り上がるパッティングになったと思うので自分もガッツポーズしちゃいましたとニコリ14番では左ラフからの約50ヤードの3打ち目を4メートルにつけてパーをセーブしたその後はショットが悪くなって残念ではあったけれどなんとか耐えたかなとパーを並べ続けてホールアウト 首位に立つさそうには3打及ばず、19年、AIG 女子オープン、前衛、以来のメジャー優勝はかなわなかったが、笑顔で72ホールを駆け抜けた。最後の方はショットが散ってしまいましたし、パターもなかなか決めきれなかったので、スコアを落としてしまって残念ではあった。でも、結果的には4日間アンダーで回れたのは良かったと思いますし、すごく楽しんでできました。準シード として迎えた今季はここまで9試合に出場し、4日間戦ったのは2試合のみ、1試合は予選落ちのない試合。ポイントランキングは138位だった。1週間のオープンウィークではシャフトを変更するなどの調整を施していた。ここまでの自分のゴルフの内容や結果だったら、ありえない結果。正直、自分ではびっくりとこの4日間を振り返る。メジャーという大舞台で、 最後までで優勝争いに加わり2位で終えたここからまた新しい賞がスタートできるなという感覚なのですごく前向きな気持ちです。笑顔でランカスターの地を離れここから復活ロードを突き進む。